どうもこんばんは。私は今回副大臣に移っていました桜田義孝でございます。私も担当の方は科学技術と学術スポーツ担当ということで、東京オリンピックパラリンピック担当大臣の補佐をやるというところでございます。文科省の教育行政と文化、これを担当させていただきます。文部科学副大臣の西川でございます。安倍政権の大きな柱、4本の柱の一つが教育再生だと思っておりますので、非常に重い使命を担っておりまして、下村文科大臣をしっかり支え、行政に関する桜田副大臣ともに頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。大臣政務官を拝命しました富岡勤と申します。私の担当は桜田副大臣と同じ科学技術学術スポーツ担当、そして東京オリンピックということでございます。下村大臣はじめ副大臣を支えながらやっていきたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。文科大臣政務官を拝命させていただきました。よろしくお願いします。担当は教育文化でございます。石川副大臣と共に頑張っていきたいと思います。教育の方に関しましては、教育の特使をしていただける、参議院の方で、教育学委員会をいただきまして、まだまだ教育現場で参加するさまざまな問題を解決するために、また子どもたちが、すべての子どもたちが楽しいという思いで、ありがとうございました。改めてご就任おめでとうございます。それでは幹事社から一点お伺いしたいのですが、お一方ずつお答えいただきたいんですけれども、これまで の文部科学行政との関わりとですね、改めてどういう課題に取り組みたいか、お一方ずつお話しいただければと思います。私も委員活動として、当選以来、ずっと宇宙開発推進議員連盟というのを使って、昨年までずっと現職なんか、会長を務めてたということもあって、科学技術ということについて、非常に関心を持っているということであります。特に先端技術が、世界で、資源のない国が日本は生きていくための生命線だという強い意識を持って、議員活動として取り組んできましたので、この文部科学省の方に入ったことについても非常にやりがいのあるところだというふうに思っております。そんな分野で、先端技術ということについて、技術立国日本ということについて力を入れました。私は第一で挙げられたものの時に、教育基本法改正、これにかなり動画作り携わりました。戦後の教育の文字の見直しという観点で、かなり安倍総理の強い思いがあったと思います。その教育基本法改正が一応できたということで、あの時は、私の文部科学に関する思いの半分は成就したなという思いがありましたけど、今回3年4ヶ月の論文を経て、今回立って最初に党の方では政調副会長をさせていただきましたが、今まで厚生労働の分野ずっとやらせていただいたんですが、党の方では遠藤本部長の教育再生法人副本部長をさせていただきまして、大学教育の改革、あるいは特にものづくり、日本の専門学校その他のですね、いわばみんなが4年生の大学に行くんじゃなくて、本当にもうちょっとものづくり、いろんなそういう専門職に身につく子どもたちが本当に誇りを持って人生を送れるようなその基盤を作る、そういう学校制度をもうちょっときちんとした方がいいんじゃないか、そういう思いがありまして、山谷さんと共に大学教育改革の提言をさせていただきました。その子が最近の文部科学行政に関する私のやっていただきます。私大学の時代に、
サーチワーク、まあ、この博士を取らせるんですかね、そういう指導を20年ほどやってまいりましたんで、まあ、この自由民主党、安倍政権の科学技術共同立国、特に、まあ、成長戦略3本目の矢、その中心となる健康と医療、そこを、まあ、文部科学行政を通じて、大学等に、まあ、研究をしていただき、それがこの成長産業の矢印となっていくように、まあ、行政を担当していきたいと思います。まあ、特にこの健康と医療というのが安全保障面にでもですね、将来つながっていくんじゃないかと、まあ、これは我が国は武力と行使しない、まあ、そういうふうな国として見られているので、こういった健康あるいは医療を通じて、まあ、各国にそういった政策を理解していただき、そして一緒になってやっていこう、まあ、そういう意味で文部科学行政に携わることを大変私自身嬉しく思ってやってまいりました。よろしくお願いします。先ほどもお話しましたが、教育現場でですね、子どもたちに対しての問題が山積していることを実感しておりました。いじめ問題、不登校問題、そして学力の低下は未だに影響が続いております。これは一つずつ取り組んでいくのも私たちの仕事だと思っております。また私たちにはオリンピックの内容に来るという目的ができました。子どもたちもなぜか授業等でも明るい希望という目を持つようになってきました。これを十分に活かしてですね、日本の文化もですね、どんどん子どもたちにもう一度学ぶ機会を与えていくのも今回の大きな仕事だと思っています。ありがとうございました。幹事社からは以上です。各社ご質問どうぞ。すみません、共同通信の黒田と言います。ちょっと教育のことでお尋ねしたいんですけれども、去年いじめとか体罰の問題が非常に社会問題になったんですが、まあ、その上でいじめ防止対策推進法とかですね、取り組みをしてきたんですけれども、今後、まあ、その副大臣政務官としてどういうアプローチをしていきたいとかというお考えありましたでしょうか。はい、やはり私ずっとこのいじめ問題と、まあ、ある意味では教育の行政直接関わってありませんでしたから客観的に見ていて、本当にこう当事者意識が希薄というか、最終的に責任誰に取るんだっていうようなんですね、そういう思いをすごく感じました。で責任を取るような事態を起こしてはもちろんいけないんですけど、やはりこう教育現場のこう、まあ、いわゆる校長先生、教頭先生、あるいは教育リーダー、その2年、3年ぐらいでこう変わっていくというような制度の中で、まあ、今現状を無難に過ごしたらいいんじゃないかというような、そういうのがこうどうしても感じられまして、できればもう少しこう先生方がこの教学校で長くいられるようだですね、そういうことも考えながら、本当にこう自分たちの問題として矢上先生たちが、まあ、自分にどれだけ厳しい思いをあんなのは自分は分かるんですけれど、やはり教育委員会あたりの改革を含めて、その辺が一番私はやっぱり問題だと思いますので、そういう意識を持っています。そうかも。今西川大臣の説明ですね、先ほどご案ができましたが、法律ができましたが、どれまで地域が浸透しているのですね、それをいかに理解ができるかということで、いろんな政策を考えていくのが大切でしょうかと思います。先生ですね、日本ではいじめが起きてしまってからの加害者対策、被害者対策をどうするかということを中心にやってきたと思いますが、一番大事なのは予防ですので、子どもたちに、いじめは絶対いじめという意識を高く持たせる、その点をですね、これから考えていきます。
しいですか。朝日新聞の岡と言います。文教の担当の石川先生、先生に伺いたいんですけれども、自民党の特別部会で教科書検定の見直し含め、教科書採択も含めたあり方の見直しについて議論が中間まとめが出され、お二方とも部会の活発に発言もされてきたかと思うんですけれども、特にその教科書検定基準の見直しということについて、スケジュール感とか今後の方進め方などお考えがあればお聞かせいただきたいんですが、特に今回竹富町ですか、韓国と意見勧告を出すというようなことが決まったようですけれども、やはりきちんと今の制度の中で許可と検定の在り方というのは、一応今の制度の中でやっぱりそれはそれで守るべきことは守っていただかないと困るという思いを持ってますけど、特にですね、教科書検定制度については、私的にやはり今までの検定制度ってやはり軸の間違いとかですね、そういうことを本当に明らかにこう間違っているという記述を指摘する程度のこと、やはりこの教育記述内容に踏み込む点というのはほとんどなかったわけですね。ですからやはり羽生が思案で提案で決まっている、歴史的な歴史問題に関してはその地図が確実的には結果がついてないような問題は技術を変えるというような話も出てますけど、党の提案に沿って何箇所の中でこれからしっかりと検討していきたい、そういうことになります。是正要求に関しては、そういう方向で検討しているということで、まだ決定ではないということです。今石川先生、石川副大臣が言っていらっしゃると思っているんですが、私的には現場の子どもたちの声としてですね、中学校で学ばないと日本の歴史がつまらなくなるという声も出ております。なぜかというと、やはり教科書の問題があると私は思います。社会科とか歴史の教科書ばかりでなく、もう一度さまざまな教科書を見直す時期に来ているんじゃないかというのも検定の予定も含めてですね、ことを申し上げました。改めて、これからすべてを見直す必要がないかと思っています。各社よろしいですか。そうしましたら、これで会見を始めていきます。どうもよろしくお願いします。